今回はね、ファンテックの筋彫りカーバイトの 0.2 をね、買いました。またね、ファンテックかよって思われる方もね、いらっしゃるかもしれないんですが、まあこのセットでね、揃えちゃったんで、ファンテックのね、あの筋彫りカーバイトのね、あの太さの違うものを買いました。で、 0.15 でね、あのスターターセットでどれぐらいなのかなっていうのをね、見て、まあ車とか作るんだったらもう少し細い、もう少し太いね、あのものがあってもいいかなと思ってね、買ってみました。で、 0.25 とかね、 0.3 とかも悩んだんですけど、とりあえず 0.2 で行ってみようかなと思います。意外とね、まあ24分の1スケールぐらいだったらね、まあこれぐらいでちょうどいいのかなっていう気もしました。まあデフォルメしてね、はっきりと筋彫りをつけたいっていう方はね、もうちょっと太いものをね、選ばれるといいんじゃないかなと思います。で、毎回恒例だけど、どうせ開かないんでしょう。開かないじゃん。後ろカットしていきましょう。別にね、これくっつけてあるわけじゃないんだけど、硬くて開かない。まあこれ硬くて開かないぐらいでちょうどいいと思うけどね。あの繊細なものなんで、パッケージ開いちゃったりするとね、良くないんでね。まあブリスターパッケージでね、全周あの熱でくっつけてあるやつとかに比べたらマシかなと思います。で、またチューブ出てきた。で、もちろんこのね、切れ技ホルダーにね、取り付けていきます。キュッと締めて、 0.2 と見えるかな、まあ、これぐらいで見えるか、 0.2 と。で、まあちょっと余計な筋が1本入っちゃってるんだけど、まあ、これにね、筋彫りしていこうかなと思います。プラ板とかに筋彫りするんだったら、もうちょっとね、あの薄手のステンレスとかのね、定規があるといいかなと思います。もしくはプラかな、プラの定規の方がいいかな。プラの定規見当たらないんで、ちょっとこれでいいや。あのなんだっけ、樹脂粘土のあれについてきたやつ、本ね。樹脂粘土も結局あれ以来やってないね。樹脂粘土ね、あのプラモデルやってる人とかにもいいと思うんだけどね、いろんなものを気軽に作れるんで。で、とりあえずね、 0.2 は置いといて、 0.15 かな、 0.15 も比較のためにね、彫っていこうかなと思います。今 0.2 をね、2本引きました、線をね。で、最後が 0.15 と。貫通しちゃった？もしかしたらやりすぎて貫通しちゃったかもしれない。ギリ見えるかな、白くなってる。ギリ紙一枚残った。じゃあ今回も墨入れしていこうかな。タミヤのダークグレイ。
もう今ね12時なんでちょっとお腹空いててね、お腹鳴ったらごめんね。これが 0.15、 これが 0.2、 0.2、 0.2、 0.2、 0.15、 0.2、 0.2、 0.15。そんなにねめちゃくちゃ変わるっていうほどね変わってるわけじゃないんだけど、カメラだと分かりにくいね。 0.2 の方がね確実に太いです。太いのは太いです。今ねちょっとドライで拭いちゃったんで全体ねグレーが少しかかっちゃいましたけど、こんな感じと。ピントがこれぐらいかな。わかる？これちょっと厳しいか。こんな感じの差になってます。なかなかカメラじゃ厳しいかな。ほとんど変わんないように見えるね。一番上のはねあのフリーハンドっていうかテープのねテストで彫ったやつなんで気にしないでください。これがね 0.15、 これが 0.2、0.2 ということでほとんど変わんないように見えるけど、こっちの方がねちょっとシャープな感じ、細い感じがしますね。でこっちの方がね少し墨が薄いというかねちょっと太めなのかなっていうね感じになってます。なのでほとんどわかんないね。うん、だからはっきりとした差を求めたいんだったら 0.1 ぐらい違うといいのかなと。今回ね差が 0.05 なので 0.1 ぐらいね違うと、まあ、少しね雰囲気も変わってくるのかなと思います。これだとね本当にうんちょっと違うかなっていう感じ、言われないと分かんないっていう程度の雰囲気の差しかね出てないです。ということでね今回はファンテックのね筋彫りカーバイトの 0.2 を買ってみたんですが、こんな感じでね、まあ、0.15 とねそんなに明確な差は出ないので、あのはっきりとね差が欲しいっていう方は 0.25 とか 0.3 とかね太めのものを買うといいんじゃないかなと思いました。この動画参考になったとかね面白かった、また見たいっていう方はねグッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もねいただけると嬉しいので気軽に書いていってください。